つもありがとうございます。ニニニットです。ニニ、こっち向いて。ニニさんが浜中ニードルの上にくつろいでいます。こっち向いて。ニニ、お顔見せてはい、ではここまでリビングでやってたんですけれども、 DIY の続きをしたいと思います。はい、こちら割り箸の片方です。お弁当を買ったらもらえるただの割り箸です。 This is free chopsticks, one of chopsticks で、こう半分のとこに印つけてあります。まあ、これは簡単ですね。こうよく切れるハサミじゃなくてもどうでもいいハサミでちょっとこうやって折れ目をつけておけば、はい、簡単に折れます。そしてこちら鉛筆削りです。100均の鉛筆削りので、芯を端っこを尖らせます。結構硬い割り箸と柔らかい割り箸とありますけど、これちょっと固めですね。はい、こういうのとんがりました。もう一個もこの割った方をね、割ってぐしぐしっとなってる方を鉛筆削りでやります。よいしょ。はい、できました。2本できました。はい、もうこんな感じでできちゃってるんですけれども、これであとはこの1本はね、こういうのを長いんでまだちょっと乾いてないかな、これしようと思って1本長いのを入れてあります。で、これにもうただね、これ木工ボンドですね。で、これ100均の激落ちくんの、こちら側が何て言うんだろう、たわし代わりみたいなの、たわしってこともないな、これがね、こう木工ボンドを伸ばすのにとても便利でした。これ猫ちゃん3つか4つで100円でしたね。はい、で、この木工ボンドので、こういうね、これは何かチンするセブンのお惣菜のトレーですけれども、こうやって尖ったところにつけますね。それで傾きをこう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 ってちょっと交互にしてます。で、これ4枚の段ボールを重ねてありますね。木工ボンドで動画の通りです。で、こうやってぐさっと差し込んで、で、よく、あ、こっちじゃなかったよく乾かして、よく乾かしてか、よく固まるまでって言っても、私もこうしては糸入れてましたけど、糸がこう適度のね角度をつけて固めてくれるんで、こうやって糸がね、こうこれを、傾きを維持してくれて木工ボンドが固まりますね。こんな感じで、で、もう一つつけとこうかな。ちょっとこれ近すぎたかな、もうちょっとこの辺に、こんなのはね、もう本当にいくらでも追加したり取れちゃえば
や、あの他のに変えたり、全部あの廃材というか、まあ、リサイクルとか、段ボールはリサイクルですけど、結構どのお宅でもあの、割り箸って結構あの、お箸とかスプーンとかフォークとかしまってある中にゴロゴロ入ってますよね。むしろこんな感じですね。でもうこれも100均の包装紙の3分の1ぐらいかな。だから30円ぐらいしかかかってません。でこれいただき物のお菓子についてたこういう紐ですね。これを使ってぶら下げられるようにしようと思います。結構強いですね。こっちとこの辺かな。はい、穴を開けました。あ、ここにもありました。あ、これでも針押さえスポンジのやつですね。あ、針押さえバー、針押さえバーをやるやつだから、あ、このぐらいがいいな。これで紐を通します。加減するようかな。少し緩みをつけて、こんな感じなんですけど、これまではねこういう箱に布を貼った箱にこんな感じでバラバラと全部バラバラと入れてたんです。でこれがボビンケースね。ボビンのやつだけはこのケースに、まあこれごとあの糸のついたのを買ったからこうあるんですけど、それをこういうふうに整理したわけです。こういうねここの端が太い時はカッターでこの端を削っちゃって、こうちょっと細くしましてですね、それでまた木工ボンドつけて、この辺かな、ビサッと差し込んで、感じでね、ボビンをこうやって入れておくといいですね。はい、昨日、布地押さえの部分と自動糸切り、自動糸同士かを修理できたブラザー PC3000 ちょっと置いてみました。で向こう側にねこういう椅子があります。だからこっち側が編み機ブース、ニーティングマシンブース、向こうがソーイングブースっていう感じにしようかなと思ってます。で、今のところまだね、裁断に便利なスケールとちょっと小物入れぐらいしか置いてませんけど、じゃーん、こちらです。ボビンオーガナイザーって言ったらいいのかな、スレッド&ボビンオーガナイザーミシン糸とボビンのつるす収納が出来上がりました。ちょっと傾いたのがありますがまあいいかなっていう感じですね。は
んな感じで、これからソーイングにも挑戦していこうかなと思ってるところです。はい、以上です。